また新しい Chromebook が到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらですね、レノボ e n o v o の 300EChromebook 第2世代です。こちらの はまあ以前の動画でですね、まあ、結構ね、安い、ちょっと見慣れないクロームブックなんですけれども、結構スペック的にもバランスが良くて、まあ、価格が19,800円ということで、まあ、非常にね、低価格のクローンブックの中では、まあまあスペックのね、バランスがいいんではないかなということで紹介させていただいたクローンブックになります。で、ここね、クローンブックって書いてあって、まあこれレノボのやつなんで、ちょっとね、画面に入りきらないんですよここにちゃんとレノボと入っています。で、ちゃんとね、これね、まあ新品かどうかってね、ちょっとね、ちょっと怪しいかななんて思ってたんですが、ちゃん ちゃんと開封シールが、ね、貼られています。ちゃんとその販売ページにも、ねあのー、新品ですという,ふうに書かれていましたので、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけども、ちょっと価格が安すぎたんでね、またリファービッシュ的なものかななんてちょっと思いながらも心配してたんですがちゃんと新品みたいですね。 こちらのですね、まあ、19,800円の激安のクローンブックなんですけれども、その品名はですね、ここに書いてあるとおり、レノボの300 e クローンブックのまあ第2世代というものになっていますけれども、まあ、ちょっと注意していただきたいのは、このレノボの300 e っていうのは、このね、第2世代っていうのがないのもあったりですね、2020年モデルとか2019年モデルとか、まあ、結構ね、似たような名前でいろんなものがあって、 で、もしかしたらね、買った時に自分が思ったものと違うという可能性がありますので、ちょっとそこは確認してください。まあ、大きな違いはですね、この CPU が AMD のものだったり、メディアテックのものだったりするようです。で私が買ったのは、まあ、セレロンの、まあ、インテルですね。インテルセレロンの L の4020というものになります。で、ラムが 4GB、ストレージは 32GB ですね。まあ、おそらくこのラムとストレージは一緒なんですけれども、 この CPU がね、その似たような名前で結構何種類かありますので注意をしてください。でディスプレイの方はね、11.6インチの、まあ解像度は HD なんですよね。まあこれ価格考えれば、まあまあ大体 HD です。ただ IPS 液晶なんですね。で、さらにタッチパネルに対応していますんで、 やっぱりね、あのー、2万円前後の、まあ、激安のクローンブックで、一部ね、レドモの製品なんかは TN 液晶を使っているものがありますので、それに比べればですね、まあ、IPS 液晶で、さらにタッチパネルに対応しているというところを考えると、やっぱりコストパフォーマンスは悪くないかなと思います。さらにこの端末はね、あとね、実機を見ますけれども、このディスプレイがね、ぐるっと一回転して、タブレットだったり、あとテント型ですね、あの、スタンドのようにして、そのね、ディスプレイを立てるような使い方もできますし、 まあ当然ですね、そのノートパソコンみたいな使い方もできるということで、いわゆるその回転ヒンジを使っています。まあそれでやっぱり19,800円っていうことになると、そういったね、トータル的に見てもスペック的に結構お買い得ではないかなという感じがします。はい、それではもうね、とりあえず開けて中を一応見ていきましょう。 それではですね、一応中身を出してみました。やっぱりスマートフォンと違ってですね、やっぱりこういうね、クロ e b ブックはなかなか開封動画が難しいので、とりあえず中にあるものを全部出しましたで。一応入っているものはね、やっぱりこのセットアップガイド的なものですね、書類が3つです。で、保証書はね、箱に貼り付けられていましたね。 あとは充電器なんですけれども、まあたいね、クローンブック最近のものはあのタイプ C でね、充電できるんですけれども、えっ、ー、と一応充電器があ45ワットのものが入っています。こちらね、タイプ C のものになっています。で、本体の方はね、まあこちらなんですけれども、まあ11.6インチというね、えー、クローンブックではよくあるサイズなんですけれども、持った感じね、ちょっと重たいですね。やっぱり結構厚みもあるし、 やっぱりこの回転ヒンジが重い理由になってるかもしれませんね。やっぱりちょっとここがね、普通のね、ただこうノートパソコンみたいに開くものに比べると、ちょっとこのヒンジがごついんで重たいです。で、やっぱりね、クロームブック、私が持ってるね、11.6インチのクロームブックの中では、結構ずしっとした重さがありますね。 で、あとはやっぱりこう、ちょっと厚みもあるんですね。で、これ、見る規格に対応しています、えー。そういった部分でね、そういう耐久性を増す意味でも、やっぱりちょっとね、ごつい感じにはなってしまっているかなと思います。で、もともとこの端末はですね、その教育機関向けに、 まあ、主に販売されているものではないかなと思います。まあ、そういった部分も含めてあまり見慣れない。例えば、ヨドバシとか、ビッグカメラとかでは、まあ、売っていないんですよね。まあ、だから何らかの形で、これがですね、まあ、通常のお店にまあ流れてきたのか。 まあ、もともと販売しているけれども、あんまりその力を入れてね、えー、一般の、一般向けに販売されていない商品なのかわかんないんですけれども、あんまりですね、その19,800円のクローンブックって何種類かあるんですね。何タイプかあって、まあそういったものが常にこう値段が変動してね、まあ19,800円になったり、17,800円ぐらいになったり、あるいは22,000円ぐらいで売ってたりするんですけれども、まあそういったあ安いね、クローンブックの中ではあまり見ないこの機種なんですけれども、まあそういった部分で、 やっぱり教育機関向けなのかなと非常にごっつくて丈夫そうな感じはします。まあ逆に言うとスタイリッシュ感とか高級感とかはあんまりないですね。それではね、ぐるっと見ていきましょうか。一応サイドの方に、これタイプ C なんで、ここから充電するっていうことですね。あとここにタイプ A ですね。フルサイズの USB の3.1だったかな。 であ,あれですね、マイクロ SD カードスロットありますね。これ結構省かれてるものもあるんで、まあまあこれはいいんじゃないかなと思います。あと3号のイヤホンジャックがあります。それではね逆サイドの方を見ていきましょう。まずはここにねボリュームボタンがあります。でこの端末は先ほど言いました通りその回転ヒンジになっていますので、タブレット型でもね使えるんですよね。そういった時にやっぱりボリュームボタンがあると便利だと思います。でこれ、電源ボタンですね。 で、またここにフルサイズのね、タイプ A ですね。USB があります。で、こちらがタイプ C。で、ここがケンジントンロックですね。正面はね、特に何にもないですね。金字の部分は、やっぱこんな感じですね。で、ここにやっぱちょっと金属製のヒンジが入っていて、まあこういった構造ね、まあ一回転する構造になってますんで、やっぱりちょっとね、このヒンジが重たいかなっていう感じです。 それでは本体の方を見ていきましょうか。まず上はですね、まあプラスチックですね。で、ちょっとボコボコしています。まあだからちょっと傷が目立たなかったり、ちょっとこう触ったね、手の跡が目立たないような仕様になっているんじゃないかなと思います。 で商品のね、ページですね。レドムの公式の商品のページの方にも書いてありましたけれども、先ほど言った通り、そのミル規格に対応してね、結構耐久性があるということなので、この角にね、バンパーですね。ゴムっぽいバンパー、兼滑り止めですね。まあ素材がちょっとゴムっぽいので、えー、そういった部分で衝撃にね、えー、強いものになっていますし、 それがさらに、こう、ちょっとね、滑り止めにもなっているというような感じです。で、結構ですね、クローンブックでこのミル企画に対応していたりですね、こういったちょっとゴムっぽいバンパーがついているものって結構ありますね。私も何個か持ってますよね。えー、そういったところを含めると、やっぱりこれ学校向けなのかなと。やっぱりお子さんがですね、えー、机から落っことしたりとかですね、結構荒っぽく使うね、えー、お子さんがいると思いますんで、えー、そういった教育機関向けだなというのはね、よくわかりますね。それでは、ちょっと開けていきましょうか。はい。 えっとね、今気づいたんですけれども、ディスプレイがね、これ光沢ですね。 えー、のんぐらいかと思ってたんですが、光沢のディスプレイになっています。まあ、タッチするにはね、この方が手が、指が滑りやすいんで、まあ、いいと言えばいいし、やっぱり結構ね、映り込みがあるんで、まあ、好みがね、分かれるとは思いますけれども、一応この端末は、まあ、光沢のね、ディスプレイになっています。で、キーボードの方も、これも販売ページね、ちゃんと日本語のキーボードですということが書かれていましたけれども、一応日本語キーボードですね。で、Chromebook のやっぱり安い端末の一部は、一部ね、その US キーボードのものがあります。まあ、要は海外で売ってるものを、ま、おそらくほとんど ね、そのまま持ってきたというようなね、えー、ものについては、まあ、US キーボードになっているんですけれども、まあ、逆に言うと US キーボードが選べるっていうところもあると思うんですが、一応そういうものがね、US キーボードと日本語のキーボードのものがありますので、 一応その辺は確認した方がいいと思います。別にどっちでもいいってい方はいいと思いますけれども、あとね、イデスキーボードの方がかっこいいとかね、やっぱりこうシンプルなんでかっこいいっていうのもあるし、あと日本語だとちょっとね、そのキーボードが窮屈、ちょっとキーが多いのかなんか知らないですけど、ちょっとこうね、ギュッてなっちゃってるのもあるんで、まあその辺も含めてキーボードがまあ日本語のキーボードなのか、あるいは US キーボードなのかというのはね、購入する前にちゃんと確認した方がいいと思います。えー、っと、キーボードの方はまあ押した感じはそうですね、意外と硬いかなっていう感じです。で、まあこの この広さはね、結構十分なんで、まあ普通に打てるかなと思います。で、さらに今気づいたんですけど、ここね、ちょっとこれわかりますかねここ。ここにね、多分カメラがついてるんですよね。だからやっぱりタブレット型にしたときに、いわゆるそのアウトカメラ的に使うカメラがここについています。で、ご存知の通りですね、まあ Chromebook というのは、そのね、学校なんかで使うね、教育機関向けに、まあ結構、まあ、 使われれてるんですけれどもでこの端末もね、やっぱりその教育機関向けのどうも端末ということで、さっき言ったね、このアウトカメラ、タブレットにした時にアウトカメラにね、使えるカメラがあるんですけれども、このアウトカメラがね、使えるというのが、やっぱりその教育機関では結構推奨されているみたいですね。だからやっぱりタブレット型にして、そのね、学習の中でなんか撮ったり記録したりするっていう時に、 やっぱ撮影しやすいですね。インカメラしかない端末って、じゃあこうやってね、インカメラに映して撮るっていうのもちょっとね、えー、非常に映りも悪いし撮影もしにくいんで、やっぱりそういった部分で、えー、このカメラが付いているっていうのはいいんじゃないかなと思います。それでは起動していきたいと思います。で、これ横にね、電源ボタンがあるんですね。個人的にはね、ここにボタンがあるやつが好きなんですけど、まあ大体タブレット型のやつってこう横にボタンがあるんですよね。それではボタンを押して、 はい。起動しないんですね。やっぱりクロノブックは最初電源をね、接続した状態で起動してくださいみたいなことがね、大体説明書に書いてありますけども、やっぱりボタンを押しただけだと起動しません。 えっとね、100円ショップでね、売っているタイプ C のケーブルと充電器でね、一応起動することができました。まあ、ただやっぱり100円ショップでね、売っている、まあこれでも100円じゃないですね、300円とかまあ500円のものもありますけれども、そういったね、ダイソーなんかで売っている充電器でも、一応ですね、低電力の充電器が接続されてますよっていう注意がね、ここに出てるんですが、一応シャットダウンしている状況だったらね、まあ充電できると思います。ただやっぱ使いながら充電するっていうのだと、やっぱ出力が足りないので、 まあもちろんね、あと時間がかかるんでお勧めはしないんですけれども、ただ最悪ですね、そういった、ああね、やっぱ t y p e C が使えるっていうのが強くて、そういった100円ショップなんかで売ってるケーブルとか充電器でも、まあ最悪の状況はしのげるかなと思います。 それではね、とりあえずセットアップしてみたいと思います。ただね、Chromebook の場合は、まあご存知の通り、基本的にね、クラウドで動いていますので、Google アカウントでログインするだけで、本当にね、10分ぐらいで利用できるんじゃないかな。多少のアップデートとか入りますけどね、えー、Windows パソコンみたいにめちゃめちゃね、激重になったりしないんで、えー、まあアップデートしながら普通に使っていくことができます。それではログインしていきましょう。 えっと、今ね、セットアップをしているんですけれども、Chromebook って最近ね、その、Android スマートフォンと、ま、接続してですね、その、Android のスマートフォンでロックを解除したり、あと、Chromebook からね、メッセージを送ったり、ま、要は連携して使えるようになったんですけども、で、今ね、その、Android とね、接続しますかっていう画面が出てるんですが、ここにですね、リアルミ Me s h g t ネオっていうね、その端末、私がね、その、アカウントに紐付けている端末が出てるんですけども、なんとなくね、この漢字のね、端末名が出てくるっていうのを見慣れないんで、ちょっとね、面白いですよね。 Sì. えっとですね、Google アカウント入れて、あと同期する項目なんかをね、えー、選択したりするんですけど、まあもう丸ごとね、全部同期してるって人もいますんで、まあそういった人は本当にね、ほとんどあの、ログインするだけで終わってしまうと思います。一応ここまで来るのにね、今9時6分なんですけど、ちょうどね9時からセットアップしたんですけど、あ、今7分になりましたね。だからやっぱり6分とか7分ぐらいでセットアップが完了します。もうこれで普通にね、使うことができます。まあただですね、今ね、その、Android のアプリなんか入れてる方は、多分そのアプリのね、更新なんかもあるんで、えーまあいや やりりなながらになりますけれども、Windows みたいに、ね、めちゃくちゃ重たくなって最初は全然使えないということはありませんので、まあ、アップデートしながらそういったアプリも後ろで、ねえー、インストールしながら普通に使うことができます。まあ、こんな感じで,です、ね、普通に Chrome ブラウザが立ち上がって、えー、普通に、ね、利用することができますというかほとんど Chrome ブラウザしか使わないですね。スクロールも別にサクサク早いですね。特に問題ありません。 で、クロームをね、まあ購入したり選択する中で、まあ一つ重要なことが、そのアップデートの期間っていうのが、あその製品がね、発売された時にすでに決まっています。まあ大体5年とか6年とかね、まあなんか長いものだと8年ぐらいのものもあるんですかね。まあただそれが端末によって決まっていて、まあ要はそれがいつまで使えるかというようなことになるんですけれども、で、これはですね、その Google のページっていうやつね、Google のところにもその更新期限を書いたページがあったり、 あとは、そのアマゾンで販売しているものだとアマゾンのね、その、商品の説明欄に書いてあったりするんですけど、これがなかなかわかりづらくてですね、一体どれが正解なのかっていうのがちょっとね、あの、微妙に品番が違ったりしてわかりづらいんですよ。で、この端末は、まあ一応事前にですね、その Google のページとか商品ページでね、確認をしていたんですが、まあちょっとそこにもズレがあったりとかして、え結局のところいつまでかっていうと、2026年の6月までってちゃんとね、ここに書いてありますので、まあ一応今購入しても、だいたい5年 ぐらいいいはね使、えー、使えええまますすので、まあ、価格 19, 円とととうことを考えて、まあ、5年間使えれば十分かなと思います、まあ、ただですね、このクローンブック自体の,そのハードウェアの性能がそんなに良くはないのでね、まあ、そういった部分で、まあ、しっかり5年間ね、あの、快適に使えるかというとそういうことでもないので、そうなってくると、こういうね、えー、比較的性能の低いクローンブックについては、 あんまりここを気にしなくてもいいのかなって最近思い始めてますね。だから実際3年ぐらいのものでも、まあ今言うね、性能がそんなに高くないので、まあ3年後には、 やっぱ新しいクローンブックが欲しくなるとかね、そういったこともあると思いますし、まあだからそんなに気にしなくてもいいかなと思いますけども、まあただ買う方としてはね、まあ当然長い方が、まあ安心っていうところもありますんでね、まあそういった部分で、えー、19,800円ぐらいの安いクローンブックっていうのは、ものによっては3年ぐらいしかね、使えないものもありますけれども、一応これは5年使えますんで、まあ安心しては使えるかなと思います。 で、そのクローブックをね、買うときに、まあ一つはね、その更新期限っていうのがあったんですけど、もう一つね、あの、ストレージがあると思います。で、この端末は 32GB のね、EMMC っていうことで、まあちょっと普通ではね、普通の例えば Windows のパソコンなんかで、まあ今時ストレージが 32GB っていうことになると、まあ当然製品としても成り立たないぐらいの、まあストレージの少なさだと思います。 まあただ、Chromebook だけで使っている分には 32GB でも結構十分ですね。まあ、ただ、最近はですね、その Chromebook の中に Android の、ね、アプリをインストールしたり、あとはこの Linux ですね。Linux がまあ仮想環境ですけど、一応動くようになっています。で、この Android のアプリを使ったり、この Linux を、ね、使ったりすると、 やっぱそのストレージを結構ね、消費するんですね。だからこういった Linux を使ったりとかね、やっぱ Android のアプリを結構入れて使うという方は、ちょっとストレージのところをね、気をつけた方がいいと思います。まあ逆にその Chrome ブラウザだけで、まあ要はブラウザだけで使うね、そういうウェブサービスなんかを使っていくだけであれば、32GB でも十分だと思います。で、ちなみにこれ今ね、Linux を今オンにするってね、まあ使う設定をしてみますと、 ここにね、4 5 0イトのデータがダウンロードされますということで、まずこの Linux をね、セットアップするのに4 5 0イト消費されてしまうわけですね。で、次を押すとね、えー、さらにこの Chromebook に Linux をセットアップということで、ちゃんとペンギンちゃんが出てますけれども、ここでね、ディスクサイズをね、えー、変更することができますということで、この Linux にどれぐらいの容量をね、割り当てるかというのが出ます。 一応ここ推奨で 7.5GB っていう,うに書いてありますんで、当然増やすこともできますけれども、このカスタムでね、こうやって増やすこともできますけれども、やっぱりそこそこのね、やっぱり Linux で使うってことになると、その Linux のアプリケーションを入れるわけですね。だから、やっぱりそこそここの領域をね、取らなきゃいけないんで、やっぱりこの Linux とか Android アプリを使うというふうに考えている方は、ちょっとストレージも多めのものがいいと思います。まあ逆にブラウザだけでね、Chrome ブラウザだけで使っていくという方は、 ほととんど気にしななくてもいいかなと思いか思ますでこの端末はですね最初に言いました通りこのタッチパネルに、ね、対応しています特に問題はなさそうですけれどもやっぱりね Android のアプリなんかを使う上では やっぱタッチ操作がができた方がいいしそもそも、ね、タッチじゃないと使えないアプリもあるようですので Android アプリを、ね、使いたいというふうに考えている方はやっぱり、ね、タッチ操作に対応した Chromebook を選ぶ方がいいいと思いますそれでは、ね、この端末の1つの売りである、ね、この回転ヒンジでタブレット的に使ってみましょうこれは、ね、いわゆるパソコン状態なんですけども、まあ、これを、ね、こうぐるっと折りたたむことによって こんな感じでね、タブレットみたいに利用することができます。 で、この Chromebook っていうのは、このタブレット状態になると、このタブレットの UI になるんですね。だからホーム画面にこういったアプリが並んだような感じになって、まあ Android タブレットのようにともいかないですけれども、やっぱりなんとなくこうタブレットっぽいね、使い方ができるようになります。それでね、タブレットを使っているときは当然後ろのね、キーボードが反応しなくなりますので、別にこうやって置いて使ったりですね、えー、普通にこうやって持ってキーボードを触っちゃってもその誤動作するっていうことはありません。あくまでもこっち側しか反応しないというものになります。 この状態で文字を打と,うとするとこういったね、ソフトウェアキーボードが立ち上がります。で、あと一つはですね、タブレットモード以外にこのね、テントモードですね、わかりますかね。こうタブレットモードのここを開くことによって、こう三角のね、テントみたいになって、まあ、要はスタンド代わりに使えるというものになります。で、これが意外と便利で、やっぱりこういうね、デスクの上で使ったりするときに、まあ、こうやって置きながらですね、まあ、ここが広く使えますよね。キーボードが裏側に行って、ここが広く使えるんで、 まあなんか例えばね、こちら側で書きながら、まあ資料を確認するというような使い方に使えますんで、このテントモードはね、結構便利かなと思います。で、さらにですね、このタブレットモード、まあ例えばこうやってタブレットにするじゃないですか、やっぱりかなり重たいんですよ。で、この Chromebook のタブレットってどうしてもキーボードがね、まあ取り外せるやつはいいんですけど、まあいわゆるこの一回転してタブレットみたいに使えるというものは、確かにタブレットみたいに使えるんですけど、 本当にね、もう手首がね、かなり痛いんですよね。まあ重さは約 1.3kg、まあ軽いものでも 1kg ぐらいありますんで、やっぱりこうやってタブレットみたいにして持って使うというのは結構厳しいです。まあ反面ね、このテントモードは意外と使えるかなと思います。やっぱり動画視聴なんかもね、えー、これ単体で立てることができて、まあこれでね、動画見れたりするんで、このテントモードはね、意外と便利ですね。 それではね、このテントモードでね、一応さっき見たあのカメラね、あのアウトカメラがね、このキーボード側にあるんですけれども、こういったタブレット状態とかテントモードの時に、まあ、向こう側がね、映せるというものになりますで。カメラアプリがあるんで、これで立ち上げます。はい、そうするとね、やっぱり外側のカメラ、向こう側のカメラがあこれで使えるようになりましたね。これで普通に。 写真が撮れます。はい、あとはね、動画の撮影も可能です。はい、あとここで解像度ね、選択できます。えー、と、動画は一応 720p。えー、と、背面カメラフル HD 撮れるみたいですね。 で、インカメラも 720p になってますね。ああ、そうですね。インカメラは 720p が最高です。はい、インカメラはね、ちょっとわかりづらいんですけど、ここですね。ここにあります。で、今これ、変な画面が映ってますけど、これはさっきのアウトカメラがここにあるんで、いわゆるこの、今エアコンがね、えー、映ってるんですけれども、まあ、インカメラはここにありますんで、普通にね、えー、その、ビデオ通話とかするときは、こちら側のカメラを使うことになります。 それではですね、こちらの端末は確かにお買い得のね、まあ、19,800円にしてはいろいろね、クロームブックの機能を網羅していて、えー、なかなかいいんじゃないかっていうことなんですけれども、まあそうは言ってもクロームブックの中でもやっぱり下の端末なんですね、ローエンドの端末になります。まあそのローエンドのクロームブックでもね、どのぐらいこのブラウザのアプリケーションですね、これはウ e ビデオというね、私は動画編集をまあこのウ e ビデオっていうね、えー、クラウドサービスでやっていますということなので、別に非力なクロームブックでも、まあ、Windows でも でも別に何でもいいようです。要はこのクロームブラウザーさえ動いてしまえば、まあ、ブラウザで編集ができるというサービスを使っています。まあただこれもですね、ブラウザで動くとは言っても、やっぱりそのなんていうんですかね、このホームページって言いますか、ウェブサイトとしては結構重たいんですよね。なのでこの重たいサイトがどんぐらいで動くかっていうのをやってみたいと思います。とりあえずこれいつもね動画編集していて、この動画はもう上げてますね。まあやはり従来からね、えー、ボルテが塞がれているという状態です。まあ、最近の私。 まあこんな感じで普通に再生、プレビュー画面ですね。で、プレビュー画面が、ちょっとしこくこれね、やっぱクラウドなんで読み込みが入りますね。ちょっとこういうのありますね。まあでも、このプレビューは全然遅れてないですね。あとね、じゃあ動画撮影の解像度これ動かします。まあこんな感じですね。一瞬やっぱクラウドなんでね、読み込みが入ります。ただこれもね、キャッシュされてくると、だんだんですね、あの編集もね、スムーズになってきます。 あ今ね表示されなかったもキャッシュされているところは大丈夫ですね。またこれちょっと読み込み入りましたけど。はい、それではね楽天のシムカップに確認していきましょう。えー はい、えっ、ー、とね、今見ていただきました通り、まあ、ちょっとね、そのクラウドサービスなんで読み込みが入ったりするとこもありますけれども、まあ、動画ずっと編集してるとですね、意外とそのキャッシュが溜まって、まあ、それほど待たされないで利用できます。で、もともとね、そのブラウザで編集できるというサービスなので、まあ、こういった非力のね、クロームブックでもちゃんと動画編集ができます。というか私がね、毎日動画上げてますけれども、まあ、そうは言っても大した編集はしてませんけれども、まああいう簡単な編集であれば、クロームブックでね、こういったブラウザで利用できる動画編集サービス を利用することににによって、まあ、動画編集もね可能ななります特に問題ないとと思いいますということで今回はですね、まあ、激安の Chromebook、レノモの 300E の第2世代モデルね、2020年モデルを紹介させていただきました。まあ、これはね、レノモの公式のページなんですけれども、36,300円になってますが、これはさっき言った通り、まああの CPU の違いでいろいろあってね、これはあの AMD のモデルなんで36,800円ということみたいですね。 で、私が購入したものは一応4万8000いくらになってましたね、あのスペック表では。まあ、なので、ちょっとその CPU のところは違いますけれども、基本的にこれと同じで,ですね、こういった特徴的な部分は同じものになります。で、やっぱりね、1万9800円でこういったタブレット型に使えたり、まあ、いわゆるこうタッチに対応しているものっていうのはちょっと少ないんですよね。まあ、逆に言うとちょっとお買い得かなというところがあります。で、さっき言ったね、ラップトップ、ノートパソコンみたいにも使えるし、まあ、タブレットみたいにも使えるし、テント型ですね、スタンド型。 にも使えるということで安い端末の割には結構使い勝手はいいと思いますでこれはクロームブック全般に言えることですけどねまあ長時間バッテリーということになっていますであとは さっきね、ちょっとこれ、端末の、まあ、デメリットにもなりますけど、ちょっとね、やっぱミル規格。ミル規格に対応してるんで、本体自体はごついし、まあ、重量もね、1.3キロなんで、やっぱりその11.6インチのクローンブックとしては、ちょっと重たい方に入ると思います。で、厚みも結構あるんでね、えー、そこはちょっとスタイリッシュ感はないんですけれども、逆に、まあ、耐久性ですね。ミル規格に対応していて、耐久性も高いし、まあ、滑りにくいね、ゴムがついていたりということで、まあ、そういったね、えー、耐久性を求める方にはいいんじゃないかなと思います。 はい、ということで、今回ね、紹介したこのお買い得のクローンブックなんですけれども、レノンの 300E なんですが、はい、残念ながら売り切れでございます。まあ、昨日紹介してね、まあ今日うちに届いて、えー、まあ今見たんですけど、残念ながら売り切れてしまいました。まあやっぱりね、あのー、売れ筋のランキングにも上がってましたし、まあ、誰が見ても安いんですよ。こういうね、タッチパネルに対応していて、さっきみたいにね、こう、いろ360度ヒンジがついているクローンブックで1 9 0 0 0円って、まあ基本的に安いんで、しかも新 なんでねまあ当然売れてしまうだろうなと思いましてまあ昨日ね昨日かなおとといか、まあ、動画作って紹介しましたけどやっぱり売り切れちゃいましたねはい、それでねヤフ、えー、Yahoo! ショッピングの方は売り切れてたんですが amazon でもね同じショップで19,800円で売ってたんですけどやっぱり売り切れてますね 残念ながら売り切れてます。62,367円じゃさすがにね、えー、購入しないとは思いますけれども、残念ながら売り切れということになります。ということで、まあ昨日からですね、まあ激安のクローンブックを紹介して、今日はね、実物が届いたので開封してね、えー、実機を紹介しましたけれども、まあ残念ながら、まあ、売り切れということになります。だから現状ちょっとね、まあ買えないっていうことですよね。まあもちろん、あの、また在庫が回復するっていうことあるかもしれませんけれども、ただちょっと製品的には、やっぱりその教育機関向けのものが何 何らかの形で流れてきたものかなというところもあるので、まあ、なかなかね今後手に入らないこの価格では手に入らないかもしれないですね。で私のチャンネルではですね、主にまあ海外のスマートフォンのまあ開封とかですね、まあ商品の紹介あとセール情報をま配信していますけれども。 ま、もう一つですね、去年から結構ハマっているガジェットで、この Chromebook っていうのがあります。で、特に Chromebook の中でも安いものですね、えー、2万円前後で購入できる格安の Chromebook っていうのをね、まあ、結構購入して、えー、実際に使っていきながら皆さんに紹介をしていますので、えー、スマートフォンに興味がある方はもちろんですけれども、そのね、Chromebook にもちょっと興味があるという方はね、ぜひチャンネル登録の方をお願いします。またですね、私が紹介するこの Chromebook って多分結構すぐ売れちゃうと思うんですよ。だからまあよって、 てる間にまあ、売れちゃうってうことがありますんでで実際昨日上げた動画のコメントにもですねあのポチりましたってね買いましたっていう方がいらっしゃいましたけどだから動画を見た時にすぐ買えば多分買えるかもしれないけれどもまあ、やっぱりね、えー、みんな見てるのは一緒ですよまあ、お得だなとこれは結構いいなって思ってるのはみんな一緒なんでやっぱり迷ってたらなかなかね、えー、安くいいものは買えないんじゃないかなと思いますはい今回は以上です